2018明治安田生命 J2 リーグ第9節栃木 SC 対アルビレックス新潟。まずは前半のハイライトシーンです。立ち上がり7分、新潟の攻撃、高木のクロスに飛び込んでいったのはおよそ1ヶ月ぶりの先発起用40番の小川。大変エネルギッシュなプレーでした、はい、そうですね。ここのシーンは全てが良かったと思いますね。足りなかったのはゴールだけでしたけどね。そして今度は栃木15分です。ヘニキがドリブルで持ち込んだんですが、ここはゴールラインを割っていました。流れの中でね、このヘニキが何度も背後出てくるシーンありましたけど、いいシーンですねこれも。そしてこの久留美のロングスローが大変な武器になっていました。服部、大黒、今日の大黒は本当に立ち上がりからこう切れてましたし、服部もこの入ってくるタイミング、大事なところでこう起点になってましたよね。で、前半にはこれと全く同じパターンのプレーがもう一つありました。そして迎えた後半です。その形が実を結びます。54分、27番久留美のロングスロー、服部がニアで反らして、最後は大黒。これ最初後ろに行くよっていう風に見せておいて、はい、中に入ってくる、完全にこの広瀬のマークをこう剥がしましたね。その後新潟はフリーキックでチャンスを作ります。蹴ったのは高木、合わせたのは途中出場のターレスです。アワヤというシーン、はい、これ高木のボールもね、最高なボールでしたね。これ決めないといけなかったですね。その2分後、またも久留美から、今度は服部が決めました。先ほどは服部がコースを変えて大黒、ここは服部が相手ディフェンダーと競り勝ってそのままゴール。これ前半からね、ずっとほとんどが右サイドのスローインだったんですよね、まあ、タイミングもそうですし、よく決めました。本当にそれに尽きると思いますね。ただご覧ください、3番の安田のこの右足一閃、素晴らしいミドルシュート。これはもう安田のこの技術、まあ、気持ち、チームを勝たせて、まず俺が1点取ってやるというところですよね。まあ、この変化つけたのもが非常に良かったと思いますね。